公開回戦。公開回戦は1904年、明治37年8月10日に第2本、帝国海軍連合艦隊と、ロシア帝国海軍第一太平洋艦隊、旅順艦隊との間で戦われた海戦。この海戦で、ロシア太平洋艦隊の艦船は激しく損傷し、囲碁大規模な海戦を行うことはなかった。ロシア太平洋艦隊。 イカ旅巡艦隊と記述司令長官であり、優れた海軍軍人であったステパン・マカロフ中将が日本海軍連合艦隊、イカ連合艦隊と記述との一連の戦闘により戦死する。その後任として司令長官職を代行することとなったビリゲリム、ビトゲフト少将は防備の固いを巡行にできるだけ閉じこもり、連合艦隊との直接的な衝突を避け艦隊を、 温存するという消極的行動を見せていたが、極東総督エブゲイニー・アレクセーエフは、旅順艦隊に対し、ウラジオストクへの開港を強く命令した。これを受け、旅順艦隊は1904年6月23日に、一旦出航したものの、連合艦隊に遭遇したためすぐに、港内へ引き返した。しかし、日本陸軍第三軍による陸上からの旅順要塞、攻撃が開始され、 8月に入り、第三軍と行動を共にしていた日本海軍、陸戦重砲隊が大古山に設けた即将を使って、照準を行い、旅巡航の完成を砲撃した。8月9日、命中弾により、戦艦、レトビザンが推薦部に戦艦、制されビチは、環境に損傷を受け、ビトゲフト自身も負傷するなどの損害を受けた。 ビトゲフトはこのまま旅巡港に艦隊を置いておくことが危険になってきたと判断し艦隊の大部分を旅巡港からウラジオストクへ開港するこう決定した。なお小さな砲艦や直前に食来して修理中の装甲巡洋艦バヤーンは旅巡残留とした。一方連合艦隊側はバルチック艦隊が到着する前に旅巡艦隊を壊滅させておくことで 艦隊数による日本側の不利な状態を極力改善しておきたいことと当面の日本海における正解権を確保しておく必要性があることから旅順艦隊が港から出てくるのを待ち望んでいるという状況があった。連合艦隊は12時30分に旅順の西南23海里付近で南下してきた旅順艦隊を確認し攻撃を図る。しかし、 旅順艦隊は海戦に及ぼうとせず、終始、ウラジオストク方面に逃げの姿勢に徹した。日本艦隊は旅順艦隊との距離7000メートルで定時戦法を実行すべく艦隊行動を行ったが、旅順艦隊に後方から逃げられて引き離されてしまった。15時20分から追撃を始めたが追いついて砲撃を再開できたのは17時30分になってからであった。 18時40分、旅順艦隊機関チェ間、サレイビチの環境に2発の砲弾が直撃し、ビトゲフトとソーダシュが戦死、また、岩の府艦長などが混沌。ソーダシュがダリンを左に巻き込んで倒れた上、ダキに故障を起こしたために、チェーサレイビチが左に急旋回して、時間帯の列に突っ込みだ結果、全艦船は試産した。連合艦隊は産しながらする艦隊を、 攻撃視野間には、水雷攻撃を行ったが失敗した。旅順艦隊の戦艦、セサレービチを除く及び多くの艦艇は、戦艦、ペレスベート座上の自席指揮艦少々の指揮下で、沈没艦を出さずに何とか、旅順に帰還した。戦艦、セサレービチ特駐艦3隻が、ドイツ領の公衆湾租借地、防護巡洋艦、アスコリド特駐艦1隻が、上海、 防護巡洋艦、ディアーナが、フランス領インドシナのサイゴンで抑留され、防護巡洋艦、ノビークは、日本列島を迂回して、太平洋北上、カラフトのコルサコフにまで到達したものの追撃してきた、防護巡洋艦、シトセト、ツシマによって撃破された、コルサコフ海戦。また、駆逐艦一隻が座礁、自沈したほか、駆逐艦、レシケリヌイが芝生に入港したが、 日本軍に露隔され、赤月として編入された。旅順では各艦の損害を修復することができず、この結果、旅順艦隊はこれ以後大がかりな作戦ができなくなった。出撃の報告は、芝生にいたロシア領事の手によって、ウラジオストクにも伝達され、ウラジオストク巡洋艦隊が旅順艦隊を援護すべく出撃した。出撃30分後には、 レシテリヌイからの報告により出撃中止命令が出されたが艦隊には届かず、ウラジオストク巡洋艦隊は、上村彦野城中将率いる第二艦隊に、ウルサン沖で捕捉され撃破された、ウルサン沖戦。この海戦後、旅巡艦隊の主力艦中では、戦艦、セバストーポリが、対地攻撃のためにわずかに、数度出撃したのみで、それも食らい、損傷して、 以降は出動してくることはなかった。後年の史実研究により、以後の旅順艦隊は、艦載砲を外して、陸上要塞に回した上、乗組員を陸戦部隊として配備し、艦隊としての戦闘機能は失っていたことが判明している。結果、連合艦隊は、旅順艦隊の壊滅という目的に成功したことになるが、当時の日本側は、この事実を知らず、 旅順艦隊の作戦能力が未だ健在であると思っていたため、陸軍に対して旅順要塞の攻略を早期に行うべきと要請することとなった。また、定時作戦が事実上失敗、敵艦との距離が離れすぎていたしたことや、敵艦を沈めることができなかったことが大きな題として残った。この海戦での教訓が、後の日本海海戦での大勝利に生かされることとなる。 あとに、毛沢東は、日露戦争の歌、後悔の戦いの歌詞を紹介し、日本の誇りを称賛したという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。